信長が実話を預けるほどに信を置くのじゃ。長政という男、かなりの俊傑かもしれぬ。
Huh?
攻め込めぬよ、からくりを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、これは腕が鳴りますの。
ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。敵が見せる夢は代償を伴う。あ？誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一覧を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光がない。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと火が。最後のお別れをする暇間をください。
ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも子にだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。くそ、笑える笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。ついに俺たちも一国一城の主だ。がここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。信長様の天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。